はい、皆さんこんにちは。榊敦です。26日のね、木曜日ですね。まったりしています。1時回りまして、1時今17分ぐらいでしょうかね。今日は薄日がさしてますね、今ね。まったりとしてます。調子こいでね、お昼ご飯にね、ビール系飲料を3缶いただいてですね、ほわーんとしてるんですけど、はい、今日はまったりすんでっていう、まあ、気合い入れてまったりしたいなと思うんですけど、でもね、朝寝すぎたんでね、眠たくならないんですよね。眠たくなったらシエスタできるんですけど、シエスタできないかもしれない。はい、さて、愉快なお隣さんですけども、いろいろね、読んでて分かりました。メディアのね、ニュースを読んでて分かったんですけど、新しいね、駐日大使がいますね。元国会議員、カン・チャンイルさんということですね。カンっていうのは、その、羊みたいな字の下に女って書くわけですね。カンさんっていう方がいます。チャンイルっていうのは、火を2つ重ねたマサっていう字ありますね。で、イルは1です。ハングルでは1も2も一緒なんですよね。イルなんですね。日本のことはイルボンって言いますけど、カンチャインさんっていう方をが新しい駐日大使になるということらしいんです。で、今のムンジェインさんになってからですね、駐日大使はこれで3人目ということになります。もしこうそうなればね。で、この方ですね、向こうではソウル大学という、まあ、日本では東大ですね、を卒業なさってですね、日本の東大でですね、博士論文をお出しになってるから、まあ日本語が堪能ということですね。博士論文を書ける程度には堪能ということですね。で、知日派っていう、日本を知るという意味ですけど、知日派とい まあ、グループにいらっしゃってですね、議員連盟、日韓議員連盟とかに入ってたりもなさいます。で、この方をですね、新しい日本大使にしてですね、駐日大使にしてですね、日韓関係を改善しようというムンさんの意図のようですけども、いろいろ調べてというか、まあ、何も調べてませんよ。ただ読んでるだけですけど、読んでみるとちょっと問題ありの人物ということが分かります。前の南大使って、南っていう方なんですけど、日本語で南ですね、もうですね、なんていうかこうちょっとお前なみたいな感じの人でしたけども、河野太郎さんがですね、外務大臣の時にですね、お前はそれは無礼やろって言われた大使なんですけども、で、まあ、あんまりそのよろしくなかったわけですね、日本との関係が。駐日大使なのに日本との関係がよろしくないっていうのは、やっぱりこれは適任ではないということですからね。で、それをじゃあ変えようということにしたんですけど、このカン・チャンイルさんっていう方は、今68歳だと思うんですけど、過去にですね、北方領土である国後島にですね、愉快なお隣さんの議員として入居なさいました。今、要は上陸したということですね。で、これはですね、あれは国後島は日本領土ということに、日本政府の主張はそうなってます。で、ロシアが不法占拠しているという立場なんですね。で、そこに入るにはやっぱり日本政府の許可をもらった方がええやろというのが一般的な日本政府の立場なんですけど、それをせずにですね、勝手にフィーユーと言ってるわけですね。そうなんていう感じですけど、君はそういう人物だねという。で、2015年にですね、その、バイデン次期大統領かどうか知りませんが、いわゆるまあまあ、今大統領に当選したとされているバイデンさんがですね、日本とお隣さんとの間で慰安婦関係の政府合意というのをします。で、それをですね、2017年に、ムン・ジェインさんという今大統領はですね、そんな関係ないやんって言って破棄します。破棄というか、まあ保護にします。守らへんで俺はって宣言するわけですね。まあ、これはまあ外交上にとっては異例なことなんですけども、それをこのカン・ジェインさん、カン・ユインさんですか、
は指示をしています。カンチャンイルさんは指示をしています。それは仕方もないことやみたいな。でまあ言うてみればですね、その東京大学に留学なさって博士課程の勉強をされたということで日本語は達者であってよく日本のこと分かってるとは、こういえですね、こう全くこう現実に即したお考えをできない方ということになりますね。でこういう方が新たにですね日本に来てですね天皇陛下に信任状を出すということはですね、これは日本政府としてはですね、認めてはいけないんちゃうかというふうな考えがあります。現に自民党のですね右派の人たちはですね、あかん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 って言ってるわけですね。で、外交のですね、外交というのは国と国とのこうお付き合いにはですね、いろんなしきたり取り決めっていうのがございまして、例えば日本に来る他の国の外交官あるいは外大使というのに対して日本は受け入れ国として拒否権があるんですよ。それは世界各国 どこも持ってるわけですね。外交についてはですね、こうアグレマンという言葉がございまして、これは承認同意とかいう意味なんですけど、これは承認しないということもありえるわけですね。できるんですね。こいつ官なんてよこすなと、日本は受け入れないということは言えるわけであって、まあこれを発動するっていうのは極めて異例なことであって、滅多にないわけですね。よほど好ましからざる人物であればですね、そのアグレマンというペルソナーダっていう言い方もあるんですけど、ペルソナノングラーダという言い方もあるんですけど、なんでこれラテン語やねんという話ですけど、受けれないよということは言えるわけですね。受けることですよ。これが発動されるというのは極めて異例であって、まあ何十年に一回とか、で別にその日本に関してはですね、そう滅多にというか、私は知る限り日本がこれを発動したということは知りません知りませんけども、まあ日本はそれをする権利があるわけですね。だからこれを発動してですね、このカン・チョンイルですか、氏が日本の大使になる、駐日大使になるということを拒否できる権利があると思うんですけど、まあすべきでしょうね。国後島に許可なく行ってるということはですね、日本にとって非常に好ましくない人物であって、でこいつあれですね、韓国の国内ではですね、親日派の墓を暴こうぜという、もう本当にもうクレイジーな法案があって、それ通ったんですけども、それもですね、賛成してるんですよ。だから極めて、なんていうか、こう常識から外れた人間であると。日本側の、日本の価値観がありますよね。極めて常識から外れた人物であるわけであって、まあ日本の東京大学の博士課程にいたという経歴はあるかないか、どうでもいいわけであって、好ましいか好ましくないかというか、よろしくかよろしくないかということに関しては、まあ完全によろしくない人間ですね。韓日議員連盟なんて向こうにありますけども、そんな入ってる入ってない関係ないの。そんな要は話し合えるか話し合えないかということに関しては、多分こう同じ土壌で話し合えないタイプの人間ではないかと思うんで、これはあれですね、拒否すべきですね。日本政府がどう出るかは知りませんけど、多分承認します多分承認しますけど、私の考えとしてはこれは承認すべきではないし、アグレマンを発動すべき事案であるなと思います。でこんなやつが来てね、その日本とお隣さんの関係が良くなるかどうかって、もう なるわけないや、そんなむしろね、悪い方向に踏み出すような気もしますね。だからお隣さんとしてもね、こういう人間をわざわざ送り込むということ自体、そのやる気がないなと、我々との関係をですね改善する気持ちがないんやなというのの、もう激烈な証拠ですね。ですので、私は鮮明に申し上げますけども、このカン・チャンイルっていうこのおっさん、68歳のおっさんが駐日大使になるということに関しては、日本は拒否すべきであると。アグレンマン、アグレン、フランスはこれアグレマン、
アグレマンを発動して拒否すべきだろうなと明快に申し上げたいなと思いました。はい、とんでもない人物がお隣さんから派遣された駐日大使になろうとしていますというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。